はい。ということで今日は、んさんにお越しいただきました。んさんといえば、もう概要欄に貼ってあると思うんですけれども、以前対談に出ていただいているんさんでございます。もう今ではインスタグラマーとして14万人以上のフォロワーを集め、月に何百万円も稼いでいるスーパー主婦でございますえ。以前の対談まだ見ていないよという方、概要欄に貼ってあります動画の方から見てください。この対談動画出してからもう1年経ったわけなんですけど、今のんさんがどうなっているのか、今日はお越しいただきました。んさんよろしくお願いします。こんにちは。 はい、よろしくお願いいたします。まずはね初めましてとい、う方方もいいると思いますのでジュンさんのでから軽く自己紹介よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします。私は今、インスタグラムをメイン。あと、ま、YouTube も発信をしてるんですけども、インスタグラムは今2つアカウントを持っていて、総フォロワーは14万人ぐらいになっております。そこでアフェリエイトで収益を立ててたんですけれども、ま、一回、京子先生の YouTube にも出させていただいて、そこからやっぱり自分の商品を作りたいっていうところで、YouTube を始めました。YouTube では、 美容系のインスタグラムの伸ばし方とか収益化の方法とかを発信しているんですけれどもそこで自分の美容系インスタスクール今カラーズっていうスクールをやらせていただいてるんですけどもそのスクールを作って初めてローンチをしてで今回4月に売上が128万円売上げさせていただきました。本当にビジネス学園で学んだことって本当にありがとうございます素晴らしいですまず初ローンチで100万以上の売上おめでとうございますありがとうございますご指導のおかげで多分皆さんびっくりされてると思うんですけど以前の 対談ともさんんさの顔つきととり方が変わってると思うんですよねそこにまず私は今びっくりしたわけなんですけれども今の自己紹介の中でもえ何それどうやってやったのっていうところがたくさんあるかと思いますので今日はねそこをちょっとねほりはほりんさんの方に聞いていこうかなと思いますのでよろしくお願いしますお願いしますまず1年前の対談ではインスタグラムを中心にネイルのアカウントで収益化をされているんさんなんですけど一応んさんの,そのネイルのアカウントどんな感じだったっけっていう方もいるかと思いますので概要欄に貼っておきますのでぜひ見てくださいプチプラの 若い方もう小中学生の子にも人気なアカウントというところなんですけどそのネイルのアカウントは今も継続されてると思うんですけどそちらの方はどうですかこちらの方でも私ネイルも美容系とかも楽しんでるけど自分でも仕事を頑張ってるママみたいなところも出していったりとかしていてそこから YouTube にもつなげたりっていうのもしつつネイルを楽しんでいただきたいっていう気持ちでプチプラのネイルでママでも時短で楽しめるネイルを楽しみたいというかママに向けて今でも発信は続けていますネイルという ほとんどの方方が女女性性でですよね見ている方ははその中でインスタグラムの方では基本的にハイライトとかに商品を置いたりとかんさんが使っているものを紹介したりとかでアフィレートという他人の商品を紹介してお金を稼いでいくっていう方法で稼がれているわけなんですけどでそんだけねインスタグラムでもう実績のあるんさんが今回スクールを作る自分の商品を作りたいっていうところからこの1年奮闘していたわけなんですけれどもインスタグラムはもうプロ級のプロだと思うんですよ。もももううう使い方方知知っっててるるとと思思しし伸ばんですけどなぜ 始めようとと思っっったたののかかかそきけがあら教えて欲しいですまず、自分のインスタグラムの講座を作ろうっていう風に思った時に何で届けたらいいのかなっていう風に京子先生とかも一緒に考えてくださってやっぱり YouTube のフォロワーの1フォロワーの重みっていうのはもう全然違うよってそういうのをすごくやっぱり聞いていましたしそれで YouTube をちゃんと顔出しで誠実に伝えるっていうのを顔出しは本当正直抵抗あったんですけどもちょっと一回やってみようって思って始めましたジュンさんのインスタ見ていただければ分かり アイコンも後ろというか横から撮ったものになりますし基本的に手元を映しししてているるよようなななもののにでで顔出かったんですよねそこで自分の商品売るのであればジュンさんだったら顔出ししてる人としてない人どっちから買うって聞いた時にやっぱ出してる人の方が信頼できるかもというところですごくハードルは高かったと思うんですけど顔出ししますっていうところから YouTube を始めていったわけなんですけど顔出ししよううととと思っっったたた覚悟みいいなのとなのんんかかかかあったんですかのきっかけというか自分も YouTube 見ててやっぱ顔出してる人の方が信頼できるなっていうふうに思ったので。 美容系とかを売るんであれば自分の姿とかも見えてた方がいいのかなとかも思ったりとりあえずやってみようっていう思いでしたねそうですよねジンさんインスタグラムの対談の時でも言ってましたけれど基本的にまずパソコン触れなかったともうスマホ1台で完結できるような最初はお仕事をしてたと思うんですけど自分が販売者になるということはやはりちょっとスマホだけでは厳しいところも出てきてパソコン買ったりとか iPad を買ったりとか Zoom でドライブ配信しなきゃいけないとかいろ出てきたと思うんですけど YouTube を撮影するのもカメラとか台本 作るとか編集するとか工程がスマホだけで完結できなくなってきてしまったと思うんですけどどうでした機械が結構苦手っておっしゃってたじゅんさんなんですそこはどういう風にクリアしていきましたか本当に今でも苦手なんですけど機械もあこれがいいよとおすすめしてくださったのをとりあえず買ってみて全然やっぱ使えなくてなんか問い合わせしながらやるみたいなそんな感じで本当にちょっとずつちょっとずつ時間かけながらやってった感じですね今でも結構手こずることは多いです基本的に全部ダメなんですがここが結構苦手なんですと 基本的に全部 <laughs> ダメなんですよ。スマホで生きてきて、インスタの投稿も、ちょっと iPad でやった方がいいのかなとか思ったりして買ったんですけど、結局なんかできなくて、<laughs> で、子供の YouTube 見るようになってるっていう。買ったけど使ってないですね、iPad は。そうなんです。YouTube で、どうしてもマイクとかは絶対に必要じゃないですか。必要になったら、調べながら、ちょっとずつクリアしていくっていうのを、ちょっとずつちょっとずつやってますね、今でも。インスタグラムの方はほぼスマホでで完結しててるってことですか、はい、もう今でも全部、インスタはスマホだけです。 ここからセミナーをやったりとかね勉強会もあったりするとスライドを作らなきゃいけない Zoom でね画面共有しなければいけない YouTube は画質と音ってすごく大事なのでカメラとかマイクも購入しなきゃいけないしってことでもうジ u ンさんの中でパニック状態だったと思うんですけど案外やってみたらできるようなもんですかそうですね意外となんとかなりますね <laughs> あーやばいみたいなのもありますけどあこうやればいいのかみたいなよしよしみたいな感じでなんとかなってますね<笑>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 じゃあ YouTube 今回使っていいたというとうころで のやり方にちょっと一個一個聞いていきたいんですけど YouTube の工程って出すまでにいろいろな工程があると思うんですけど一番最初によしって始める時まず何しまますかまず一番最初に Google のドキュメントっていうのを使って台本をわーって書いていって。 で,で、それをちょっと読みながら撮影するっていう感じですね。めちゃくちゃ端折ってますけど、すっごい今、大事なとこいっぱいあったと思うんですけど、もうね、たぶん、潤さん、ルーティンになってるからね、台本を書くっていうところがまず始められない人多いんじゃないかなと思うんですけど、例えば、インスタで稼ぐ方法というか、自宅でママでも美容系インスタ始める方法みたいな感じで YouTube チャンネルやってると思うんですけど、その YouTube チャンネルのリンクも概要欄に貼っておきますので、皆さんも見てみてください。本当にインスタで稼ぎたい人はね、チャンネル見たら本当に稼げると思うので、ぜ、え、ひ、ー、見てほしいんですけど、この YouTube を生み出す までにめちゃくちゃ努力してると思うんですけど最初台本書こうと思ったら例えばテーマ選びとかインスタの中でもここ悩んでるのかなっていうところから選んだりするのかなと思うんですけどどういう風に選んでますか競合の YouTube を見たりとかあと本とかもちょっと読んだりしましたね本読んで絶対に載ってるところってあるじゃないですかそういうところをまとめたりとかそう一番最初に作った動画はアカウントの作り方とかそういう1からステップで始めるっていうのを大体本に載ってたりするのでそういうステップをまず 教えてあげる方が親切なのかなと思ってそういう動画を作ろうと思って台本書いていきましたね台本書く時はさすがにパソコン使ってるんですか使ってますさすがにねそこはねパソコンがないとできなくてタイピングしてちゃんと書いてるんですかタイピングもやっぱめちゃくちゃ遅いので音声入力とかも時々使ったりしてますね時短できるようにですねそうですね頭ちょっとずつ慣れてって少しは速くなったかなと思うんですけどでもまだまだめっちゃ時間かかってます頑張って書いてるんですねじゃあ台本ってそんな そら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 文章がね出てくるわけではないと思うんですけどだいたい1本の台本書くのに最初ってどれぐらいかかりました最初もう何日もかかってたと思います2,3日とかかかってた気がしますねかかりますよねかかりますねめちゃくちゃ例えば大体的にどこでつまずくというか時間かかっちゃうなっていう印象でした最初ってやっぱりこういうテーマに標高とか調べてしようって決めるんですけどここでやっぱり話の構成っていうんですかね流れを例えば5つのステップでお話しするとかだと5つ の軸っていうのをう決めるっていうところでもまず私は結構時間かかってました。そこが決まるとあとは体験を入れてっていう話していくスラスラかけていく時もあるんですけどやっぱスタチにするまでの幹っていうんですかね軸を作るっていうのは結構大変かなと思います。最初はもう何日もかかっていた台本で最近ではどうですか一番早く書けるっていうのだったらどれぐらいで書けますか伸びた動画をリメイクするみたいなのもやってたりするんでそういう感じでやってくと午前中に1本気合で書き上げるっていう時はありますね。結構じゃあ慣れ ですね、何日もかかってたものがまあ2、3時間で終われるようなものにできるということは結構時短になってきたのかなと思うんですけど今フル台本ですか結構私はフル台本で書かないとなかなかアドリブで喋れないので人前で喋るのがまずとにかく苦手なんですよね今は少し慣れてきたっていうのはあるんだけど本当なんか人前で自己紹介みたいのするってだけでもうちょっと無理ですみたいな感じだったんででもさ YouTube の動画ってカットが入ったりとかね編集したりするから別に間違えてもいいじゃんって思うんだけどどうですか実際 カメラを前ににしししてててオンにして撮るってなっななたたらどんな感じでで最初読みですね今でもちょっと苦手なんですけど最近は語尾はちょっと書かずになるべく自分の言葉でフランクな感じで,できたらいいのかな台本の時短にもなるのでそういうのは意識しても、まあ、なるべくリラックスして喋ろうとしているんですけどもやっぱ結構緊張しちゃいますね喋りをうまくするコツというかんさんの中で1年間ぐらいもう動画とか撮ったりとかうちで勉強会やったりとかセミナーやったりとかいろいろやった中で経験踏んできたと思うんですけど話し方を上 私もまだまだなんですけど、うまく話そうとしないっていうのがいいのかなとか思ったりはしてますね。でも私もやっぱり自分を話すのが得意な方ではないっていうのは分かってるので、そのために事前準備をする。ちゃんと台本もしっかり構成書いてっていう、準備はちゃんとしようっていう風にみんなみたいに話せないので、そういう準備はちゃんとしようっていう風にはしてますね。勉強会ととかセミナー前はめちゃくちゃゃく緊張されてててドタバタバっっ感じってことですね台本めっちゃ書きましたね。最初は YouTube といえど編集が 入るといえど何も考えずにパッと突然カメラ向けられるってやぱ緊張しますよね部屋で一人で撮ってることが多いと思うんですけどそれでもね私も最初緊張してたなって本当に思うのでだからそれは慣れなんでしょうかねやっぱりバカを踏んでいくというかジョンさん回数踏むごとにめっちゃ上手くなってきてると思うんですよねえー本当ですかこの対談動画だけでもめっちゃ違うと思いますもん嬉しいですこの成長がね多分皆さんもお分かりいただけるかと思いますけど本当にこの YouTube 撮影ももちろんそうですしうちのビジネス学園でも勉強会の授業をやっていただいたりとか実際にセミニア とこもやってるので話す機会が多分すごく増えたんですよね。人前でマイクを持つ機会。苦手だったと思うんですけど、今では堂々と自信を持ってお話できるようになったので、慣れというかバカを踏んでいくことでだいぶ慣れてはくるのかななんて思いながら、今 YouTube のクオリティも非常に高くなってきてますし。自分のスクール内でも動画とか撮ったり勉強会やっていたりすると思うので、これからもすごくそこは向上しそうですよね。本当慣れは大事だなと思いますね。苦手だからやらないっていう思考だったんですけど、昔はできないから私は無理ですっていう思考だったんですけど。 ちょっとやってみようかなみたいな感じでやってったらちょっとずつ慣れていって でこんな自分にも意外とできるんだっていうのがちょっと嬉しくてそこから少しずつ少しずついけるようになるのかなっていう風には感じてますね昔から例えば人前で喋ることとか例えば学生の頃は学級委員でしたとか例えば会社に勤めてる時も前でプレゼンするような立場でしたとかそういうことでもなく全然そういうの苦手できたって感じなんですかそういうのはもう避けて通ってきました絶対 <laughs> そうだた目立たないように <laughs> そういうのにはもう絶対当たらないようにみたいなもちろん立候補することもないですしもうずっと避けてきたんですはいそんな感じでいやなんでかっていうと 私も教員の免許持ってるとかあることでうちのスクールメンバーで公務員の方って結構多いんですよ特に元教員っていう方も多くて教員はねも人前,前でしゃべるっていうか子供たちの前で喋ったりとか大人の前でもしゃべることもあるので慣れてるでしょみたいなだから喋れるんじゃんって思われがちなのかなと思っていてでも確かにねカナさんとか秋山さんとか肥後さんとかみんな元教員です確かに喋るのは上手なんですけどいやそうじゃない人ももちろんいるほとんど先生なわけじゃないですから人前で喋ることに慣れていない方がどんなふうに成長していくのかっていうの私もすごく楽しみして ンさんがめちゃくちゃ上手くなっているのでここはすごい成長だなと私は感じてましたありがとうございます本当おかげさまでじゃ撮影しましたそこから編集したりとかサムネイル考えたりちょっとクリエイティブなクリエーターさん必要な部類に入ってくるわけなんですけどまずンさんは自分で編集してるのか外注化してるのかどっちですか私はもう全部外注でやっていただいてますその理由は編集が苦手っていうのもあるしやっぱ時間もすごいかかってしまうだろうなっていうのもあってショート動画とか本当ト30秒とか1 1分の動画だったらスマホでサクッとできちゃうんですけど、うん、ちょっとロングの動画を自分でパソコンでってなるとハードル高すぎるなと思ってタイピング分ねちょっとままらないので全部回収させてもらってます人にやってもらうということはディアンスを伝えたりとかじゅんさんの意図通りに動画で差し込み画像があるとかこういう表現してくれっていうのがいろいろあると思うんですけどクリエイターさんに自分発注者側としてどういう風に依頼をしてますか競合じゃなくて違うジャンルの動画とかも見たりするんですけどなんかこういう雰囲気いいなと思ったら YouTube のチャンネルとかかなんかこう,いう雰囲気が 少し良かったのでこういうイメージでとかって伝えたりとかはしてますねでやっぱ私も本当ネイルの仕事しかしてこなかったんで外注してやり取りするみたいなのもどうやってやるんだろうとかできるのかなとか思ってたんですけどやっぱりプロの方なのでこういうのどうですかとかってアドバイスしていただけるのでそんな感じでやり取りはスムーズにできてます自分が発注してクラウドワークスとかまあ色々ありますけれどもフリーランスの方にやってもらうっていう経験も初めてだったってことですかもちろんそうです全く初めてでしたどうやってやるんだろうって思ってた たんですけどなんとかうまくやれてててるっっですすねねいい経験になってまあクライアントワークしてる人とかだったら大体自分が受注する側だと思うんですけどこれから発信者になっていくということは自分が発注する側に回るっていうことも全然あると思うので。 結構スキルいりますよね。人間関係っていうのも大事ですし、ちゃんと意図通りに作ってほしいなっていう気持ちもありますから、どういう風に伝えるかっていうところも大事ですもんね。ほんとそう思いますね。なかなかうまく伝えられないっていう時もありますけど、そこは何回かやり取りしてると自分の好みとかっていうのも、ちょっとずつ分かっていただけたりとかもすると思うので、なるべくイメージが湧くような感じには伝えたいなと思ってるんですけど。あと1回だけ自分で編集してみたこともあってちょっと大変だったんですけど、なんとなく雰囲気をつかむというか、うん、そういうのもし <laughs> てみるといいのか？ デザイナーさんとかクリエイターさんに私言われたことがあってこうやって言われるのは一番嫌だっていうのがいい雰囲気っぽい感じにしてくださいとか明るい感じにしてくださいとかポップな感じにしてくださいっていうのが一番困るらしいんですよ抽象的例えば赤色っぽい感じって言っても赤と言っても人によってはワインレッドのような結構濃い赤を想定する人もいれば結構明るめの赤っていう人もいるんで赤は赤でもどの赤とかポップって言ってもどこまでポップにしていいのかとか人によって違うから提示してあげた方がいいのかなみたいな発注するときにはもう こんな感じをちょっとと模倣してくださいとか赤はこんな感じの色ですとか <laughs> って言われたことあるんですね私も依頼した時に確かにそれめっちゃ勉強になりました今結構抽象的にやっちゃうこと多いかもしれないですちょっと気をつけてみます <laughs> それをすると逆に自分を助けるんだなと思ってて糸通りの動画ができるその方がその時に例えば自分がツールちょっと触れるのであればラフでも絵でもいいから描いてみるとかこういう感じの編集にしてくださいとかっていうとんさんの糸通りの動画が上がってきてもっと伸びる動画ができるんじゃないかなと思いながらちょっと意識してやってみますジュンさんさの動画もすごく稼ぐ系という いうか教育系の動画なので非常に伸びにくいジャンルではあると思うんですけどその中でも1000人以上の登録者を獲得しているのでこれをインスタで言うと満赤余裕で満赤いってるような非常に有益なチャンネルになっているわけなんですけどサムネイルもタイトルも概要欄も作らなきゃいけなくて結構大変じゃないかなと思うんですけどそこら辺はどういう風に選定したりとか次こうしようっていう風にやってますか YouTube はサムネイルがやっぱり一番重要っていう風に言われていて私も結構毎回悩んじゃって難しいなと思ってるんですけどやっぱり自分でたくさん投 こうしていくと反応のいい動画っていうのが出てきてでそれが私の動画では収益化とか稼ぐとか月10万ぐらい稼ぐっていうのを私のアカウントでは目標値にしてるんですけどやっぱそういうキーワードが入っているものがやっぱ伸びやすいの分かってくるのでそういうキーワードを入れたサムネイルをたくさん試してみるとかそういう感じには出ますね一応さんやっぱコンスタントに動画を上げてるってことが素晴らしいなと思うんですけどお子さん2人いらっしゃるわけじゃないですか保育園通ってるようなすごいちっちゃい子の中しかもインスタのネイルの方も動かしながら 自分の商品を作るためにって動いてるので、もうハードだと思うんですけれども、そんな中でどういう風にコンスタントに YouTube 動画を上げてきたのか、コツってありますか私も最初は本当に一個のことしかできなくって、インスタだけずっとやってたんですけど、それがやっぱり毎日毎日続けてると、本当にちょっとずつちょっとずつ慣れてきて、他の作業もプラスできるようになった感じで、本当にもう何年もかけてコツコツやってきた中で、多分作業量が少しずつ増やせるようになったのかなっていう風には思ってるんですけど、作業を早めるというか、 コツとしてはまとめてやっちゃうっていうのを結構最近はやるようにしてるかなと思います多分 YouTube なら台本まずここで2本書いちゃって2本まとめて撮るとかインスタの投稿もこの日の午前中に2つも撮影しちゃって編集ここではしちゃってっていう風にちょっとまとめていくっていう方がバラバラで作業を入れるよりも効率は良くなるのかなっていうのは感じてます子供土日はいるわけじゃないですか家にほぼ平日しか作業はできないって感じなんですか基本的に平日ですねルーティーンとしてはどんな感じなの例えば 朝起きててて保育園送りり出ししたりとかかから始まってどんな感じで1日過ごしていくのか朝7時ぐらいに起きて、子供たちご飯とか食べさせつつ用意して、8時過ぎぐらいに送り出して、戻ってきて、作業開始っていう感じ。で、6時前ぐらいまで、5時ぐらいまで作業はできるので、そこの中でも睡眠はしっかりとって、ここでがっつり集中してやるっていう風に今はしてますね。子供が保育園行ってなかった時は、もうちょっと朝早く起きたりとかして色々やってたんですけど、今はそんな感じになってますね。前の対談でおっしゃってたのはまず全然稼げてない時 本当に1円も稼げていないな時しかもおっぱい飲ませながらそういう時期だったと思うので今結構ねまとまって子供も言うこと聞いてくれるようになっていたと思うし自分で個人事業主法人としてやっているので時間もしっかり取れるようになったと思うんですけど昔スマホだけでインスタゼロからやってる時とはやっぱ生活って違いますか違いますねやっぱり変わりました具体的にどの辺が変わりました子供寝かしつけてから深夜に這い上がるの大変なんですけど <laughs> そっから起き上がって撮影をしたりとか出ましたね子供ちっちっゃく なな時とかかははそっか入れてないい昼間もも家にいるわけですもんね授乳中ももちろん両手は空くのでスマホで編集したりお昼寝したらもうすぐ撮影入る編集するやったりはしてましたねその頃から比べてねやっぱインスタである程度ポンとね稼げるようになってきたからちょっとこう生活リズムも整ってきてちょっとだけでもいいからゼロ1達成するってやっぱ大事ですねそうですね次のことをやる YouTube やるにしてもやっぱ編集代もかかっちゃうと思うんですけどその編集代もやっぱ懐中費としてインスタのアフィリエイトで得られた収入で回せるって っってていいいうのががすすごいありがたいなと思ってますだからもうインスタで人生変えましたよね、ジュンさんは。いや、本当に変わりました。ありがとうございます。対談終わってから、まだまだ行くよって言ってからのそこからなんですけど、ただ YouTube を今回始めただけではなくて、今回自分の商品、Instagram のスクールを今、やられてるわけなんですけど、ただ YouTube やってるだけではスクールなんて売れてこないわけですよ。ここからが結構難しいところで皆さんも知りたい部分なんじゃないかなというふうに思うんですけど、YouTube 始めて、そこから、コンサートに動画上げることはもちろん必須で、そこからどういうふうに今ね、スクール、こう、開講っていうところまで行って ってのがここからがすごいじゅんさん大変だったと思うんですけどそこで何をやってきたかとかどこでつまずいたかとか悩んだことありましたらちょっと教えてほしいんですけどまずアフィリエイトまで行って自分の商品を作るってなった時に全く何していいか全然わからなくて京子先生にも色々本当教えていただいてビジネス学園のコンテンツを見ながらそのコンテンツで LINE の送り方とか細かくあるのでそれを見ながらやってたんですけども大変だったことは全部やったことないことばっかりだったのでその後 LINE を開設 って言っても、私も機械が苦手なので解説の方法もよく分かんなくて、なんか変なメール送信しちゃったりとか、じゃ送信できてないみたいなとかあったりとかしたんですけど、そういうトラブルとかもすごいジョ先生とかにも助けていただいて、あと学園のメンバーもこれちょっと登録してみてくださいみたいな感じで言ってみんなフィードバックくれて、てこれできてないですよとかって言ってくれたりとかしてありましたね。本当みんな優しくて、そういうのに助けられつつやってこれたかなっていうのがあるので、本当このコミュニティに感謝してます。ただ一般公開されている。 YouTube だけではなくそこからリストインでクローズドなメディアに入っていくわけなんですけどそこを整えていくっていうのもすごく難しいことなんですよねよくわかんないっていう人が非常に多いんじゃないかなと思いますただね一般公開されている YouTube で今たくさんありますよねで、それ誰でも見れることができるんだけどそこにジュンさんの LINE に入ってもっともっと知りたいっていう人が入ってくるわけですごくファン化が進んでいるということになるんですよねでそこからのやり方って本当にいろいろありすぎて全部お話できないぐらいなんですけど例えばジュンさんのそのペルソナさんに合った内容をやっぱ配信していかないといけないゴールにまで つかかなないといととうここになってくるのででそこから大変でしたもんねリストを集めていたりどういう風に配信をするんだろうかとかどういう風に気持ちの温めをしていくのかっていうところもねめっちゃ悩んでましたもんねめちゃくちゃ悩みましたまずスクールを作るってなったらスクール作りますっていう風にちょっとずつちょっとずつこの過程を見せていくっていうのが大事だよっていうのも教えていただいてそれを YouTube のコミュニティとか LINE とかちょこちょこ見せていくのも大事だよって言われてやっぱりまめに見せていくっていう風のも意識したりしていました していくっていうことであれば別にそんなに難しくはないんじゃないかなと思うわけなんですけど多分一番難しいのって商品作るところだと思うんですよプロダクトを何にするかとかどういうものをどういう風に作っていくのかどういうふうな見せ方をしていくのかっていうのすごく大事なことでジョンさんそこの自分の商品を作るってところにかなり時間かけたと思うんですよどんなコンテンツにしようかとか動画撮ったりとかどんなプラットフォーム使うかってすごい時間かかったと思う大体どれぐらいの時間かかりましたこの自分のスクール作るのに YouTube 始めようって思った時にそっからもう同時並行でやっていこうっていう感じにしていたので、うん かれこれ1年近くかかってますね。<laughs> そうですよね。一年かかってますよね。今から思ったら。分かりましたね。まず自分になんて強みがなくて、いいところなんてなくて、商品をまず何にしようっていうところから悩む人もいると思うんですよ。例えば、ジュンさんの中では実績があったから、これにしようっていうのは結構決めやすかったかなと思うんですけど、例えば今自分の商品何にしようっていう風に悩んでいる人にアドバイスをするとすれば、例えば、ジュンさんだったらどういう風にアドバイスします私もやっぱ相談でいただいたりしますね。ね何発信していいかわからないとか、もし私がアドバイスするとしたら、やっぱり人より ちょっとだけでも知識があることとか、興味があることとか、絶対あると思うんですよね。それって結構頭の中で考えても思い浮かばなかったりするので、紙に書いてみたりする。ビジネス学園のコンテンツにもあるんですけど、自己分析っていうのがあるんですけど、自分のことをやっぱり知るっていうところをしっかりやって、過去に成功した体験とか、黒歴史とか、もう人よりズば抜けてなくてもいいから、ちょこっと成功した体験があるっていうのを書き出してみて、そこから内容を考えていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。 みんな思うのはポジティブな素晴らしい実績じゃないとダメなんじゃないかって思いがちなのかなって私は思っていてノーベル賞を取ってますとか東大出てますとかすごいものじゃないと自分発信しちゃいけないし商品なんて作っちゃいけないっていう風に思っているのかなと思うわけですけど私もしがない主婦でしたしジョンさんも機械触るのが不得意で普通に家で主婦をしている女性だったわけじゃないですかでも何者でもない人でも私はちょっとでも一人興味あるなとか知識あるなとかこれから頑張りたいなと思って 思っていることでもいいのかなと思っていてそれがね私純さんがすごくいい例だなと思うんですよ発信したこともなかったしもはやインスタグラムも始めたことなかったわけじゃないですかそこから今ではねすごい有名なインフルエンサーになっているので私もびっくりしてるわけなんですけど最初からそういうマインドではなかったと思うんですよ純さんもどういうふうに変えてきましたか子供を産むまで本当人に流されて生きていてなんかあんまりよく何も考えずに生きてきた <laughs> っていう感じで子供が2人目生まれた時に全然自分の自由ないなとか思って最初はもう子供産んで 専業主婦も全然いいなとかって思ってたんですけどこのまま一生終わっちゃうのかなとかこういう自分の自由がなくなった時にやってみたいみたいなそういう気持ちが生まれてたんですよねそれでちょっとやってみようっていうところから始めて最初はほんと全然うまくいかなくてなんでだろうとかって考えるようになってああちょっと向いてないかなとかって思っちゃう時ももちろんあったんですけどやめちゃったらもう絶対何もないけど続けてればもしかしたら可能性はあるんじゃないかなっていうところでちょっとずつちょっとずつ亀の歩みになっちゃうこともあったんです ですけども、でも続けてたらちょっと成果が出て楽天で15円稼げたとか、そういうのがちょっとずつちょっとずつ重なってきて、もうちょっとやってみようかなっていう風に今でももうちょっとやってみよう、もうちょっとやってみようっていう感じで頑張れてるっていうのはありますね。ジュンさん、うちのビジネス学園入ったのって今から何年前 2>,？2年半ぐらい経って なのかな2年半ででこんんなに変わるんですねいや、ほんと自分でもびっくりしてます。<laughs> スマホしか触れなくて、もちろんインスタも YouTube もやったことがなくて、自分で自宅で何かできないかなっていうところから始めてールジュンさんが今では何百万も稼げていて、スクールの運営者としてトップインフルエンサーとして活動されているので、いや、2年半で変わるんですね、ここまで。本当に自分でもびっくりしてますね。本当 YouTube を動画をアップできるってことだけでも自分でもびっくりして、<laughs> そんなことできるんだと思ってパソコンでみたいな。でも本当 <laughs> 人って変われるんだなっていうのをほんとビジネス学園に入って他の多分生徒さんも思ってる方たくさんいると思うんですけど大人になっても変われるんだっていうのがそこに気づけたっていうのが体験させてもらったっていうのが本当にありがたいなと思ってます。もううちもね色々なイベントやってますけど例えばジュンさんの中でこのイベントが私を変えましたとかこのメンバーに会えたから私って頑張ろうと思えたとかって何かありますかでイベントととししててはやっぱ一番最初のの合宿の時にどんどんん自分かから発言なないと置いいい置れるみたいなそういう過酷な 状況だったんで、人前で喋るの無理とか言ってる場合じゃないな、みたいな感じで、そこでちょっと手を挙げて発言してみたり <laughs> っていうので、結構そこで自分も意外と追い込まれたら喋れるんだとか <laughs>、そういう風に思ったりとかしたのはありましたね。あと、私本当に勉強会とかもこっそり耳で聞いて、最初全然幽霊部員みたいになってたんですけど、思い切ってちゃんと質問しないと人生変わんないぞと思って、顔出しとかするようになって、質問させていただいたりとかするようになって、どんどん成果もちょっとずつ上がってたっていう感じなんですけど、ね、その中で初めて 初めて参加したオフ会、名古屋オフ会があったんですけど、そこでビジネス学園で成果も出されている加内さんにお会いしたりして、いろいろ話を聞いて、私もこういう風になりたいなとか、自分もできるかもって、なんかリアルにお話を聞けたっていうのがめちゃくちゃ大きかったなと思います。加内さんも2人のお子さんいながら、家族で参加されてましたもんね。そこで例えば加内さんにどんなお話を聞けたんですか？加内さんにはん今までどんな感じで教員でやってきて、そこからなんで大学園に入ったのかとか、初めてローンチした時にどういう感じでやってたとか。 個別指導も受けたんですよとかっていう風に行かせてもらってあ,あそうなんだと思ってこういう風に指導してもらったっていうのも具体的に行かせてもらったりとかしてあ自分も個別指導を受けてみたいなって思ったりとか指導させていただけるようになりましたもう今ではかなえさん以外にも稼がれているメンバーたくさんいる中で本当にそういう刺激って大きいですよねたった一人で家でやっていると自分がどこのレベルにいるのかっていうのも分かりませんし今日やりたくないなと思ったとしても求められているなとかお客さんからんさんのコンテンツ見たいですとかメンバーも一緒に頑張ろうっていうのが あるから多分頑張れるんじゃないかなと思うわけなんですけど。今回しかも2回目の合宿では、んさん大役をやっていただいたわけなんですけど、今回うちの合宿3ヶ月間あるカリキュラムの中で、人数もすごく多かったので、やりたいことを皆さんバラバラだったので、コースを設けたんですよ。いろいろコースを設けて、その中でインスタグラマーとして活躍されているので、これからインスタグラムやっていきたいなとか、SNS 使ってアフィリエイトとかね、他社の商品売っていきたいなっていう人が集まるコースの講師を務めていただいたわけなんですけれども、その3ヶ月間まずんさんどうでしたかぶっちゃけほんと辛かったです。 結構いっぱいいっぱいでしたね。自分の発信活動と、自分の商品を作るっていうところもその時同時進行でやって、合宿の自分の課題と、自分は商品制作のコースにいたので、そっちの課題と、あとはその SNS コースのメンバーさんのお指導させていただくっていうので、もうほんと毎日必死でやってました。でもなんとその中では、ジュンさんにやっていただいてすごい良かったなっていう風に思っていて、まずスクールを今回リリースしていきたいっていうのがあったので、プレみたいな形でいろいろな悩んでいる方と出会えた、悩みを聞けたっていうのもすごく大きかった んじゃないかなって思いますし実際に純さんの指導で伸びたっていう方もすごくいらっしゃったので純さんの中でもスクール前に自信そのマインド面で自信がついたのがすごく大きかったんじゃないかなそとつらかったと思うんですけど私はすごく嬉しかったんですけどどうでしたメンバー見ててまず凝子先生が自分を信頼して講師に置いてくださったっていうこともすごく嬉しくてプレッシャーもあったんですけどちょっとやってみようって頑張ろうって思えたのもあってやらせていただいたんですけど自分がこれからやろうとしている美容系インスタグラムのスクールの本当に練習というかそういう感じでやらせてもら えたっていう環境が本当めちゃくちゃありがたいなと思ってて合宿に来てるメンバーみんな本気だから睡眠時間削ってとかで本当に3ヶ月間絶対成果だそうっていう感じで頑張っていたのでそこでやっぱ成果を出した方が何人もいらっしゃって本当に私も嬉しかったですし本当に自信をつけていただいたっていうのはあったので自分のスクールを売る前にそういう体験ができたっていうのを本当感謝してます最後の最後のセミナーでは涙がその思いがねもう出てしまうぐらいねそれぐらい多分切符まってたと思いますしそのメンバーのみんなにも成長してほしい さんんんんんささののののの中中ででででも私も私成長したたたいいっっっていううとところかかから涙涙涙だだなな思すすけどどセミナーの涙ははみんなにほんとうまくいってほしいなっていう思いがやっぱりあったのとこの3ヶ月間やっぱ自分もメンバーも多分辛かったと思うし自分も結構しんどかったやっとここまで来れたっていうそういう思いもありましたね今回講師の方4名いらっしゃったんですけど講師同士でお話しする機会があったりとか最後こんな風だったねって実績を出てるそれぞれの分野で活躍されてるメンバーだったと思うんですけど 実際に実績出されているメンバーの方々とお話ししたその機会っていうのはどうでしたかめちゃくちゃ貴重な機会を毎回いただけてるなと思ってます皆さんめちゃくちゃその分野で成果をされている方なので日々やってることとかとちょっとした言動とかでもめちゃくちゃ刺激になりますし私が商品販売するっていう時もすごい応援してくださってメンバーさんに出会えたこととか交流できたことっていうのは私にとってはすごい大きかったです本当にに自分の商品をリリースする前にそんなねタイヤがあっ でからの三月終わりからですね。自分の商品を販売していくリリースしていくっていうまたそこもすっ。 すごい大変でね、またジュンさんボロボロまた涙が出てしまうわけなんですけど、どうですリストインしてきました。参加もある程度進んできました。こんな商品作ってますって言ってます。で、そこから今回セミナーをやって、自分の商品をリリースっていうところだったんですけど、どうでしたその3月終わり4月始めらへん。もう合宿終わったその時から、そっちのことを考えていて、もうやらなきゃみたいな感じで、もうそっからまたパートかけていったんですけど、やっぱでもこの合宿で結構自分の底力っていうんですかね、頑張りを出せたから、そっから先ももっと頑張れたっていうのもあるかなと思ってます。そこの時間 2>, 2、3ヶ月っていうのは本当に頑張りました自分のキャパが上がりますよね合宿は本当に上がりますねこんなにできるんだっていうのはあったのでそれ超えていこうっていう感じでまあ、でも私も本当作業もすごい遅いですしタイピングも遅いのでやっぱみんなのようには行かなかったりもするんですけどもそれでも自分の中の限界を少しずつ少しずつやっぱり超えていってイベントに参加したりとか勉強会とかお会いとかに参加するたびにすごい頑張ってる方の話を聞いたりの刺激をもらうっていうのでかもうちょっと自分ここ効率上げ 作業量このぐらいい増やせるるなとかそういう気づきが絶対毎回あるんでちょっとずつ一気にガンっていうのは多分私の場合はないんですけれどもちょっとずつちょっとずつ成長していけてるのかなっていうふうに思ってます本当にちょっとずつ限界を突破していってキャパを広げていって自分の可能性っていうものをどんなものかっていう挑戦してる形だと思うんですけど実際に3月商品をリリースして今回このスクールスタートしてると思うんですけど実際どうですか自分が本当にスクールの運営者ですってなって始まっているわけですけどどうですかまず自分を信頼して 集まってきてくださったメンバーさんに感謝というか本当にありがとうございます嬉しい気持ちですごいいっぱいでもちろんプレッシャーもあるんですけれども,もう絶対この方たちを幸せにしたいみたいなそういう気持ちで今は頑張らせてもらってます京子先生価格の何倍もの価値をやっぱ提供するんだよっていう風に毎回いつも言ってくださってますしビジネス学園でも自分が体験してることすごい価値をいただいてるなって自分がいろいろ参加させてもらったりする中で感じてるのでそういうのを見習って自分も何か元で でできるるこここととととなななないいいいいかかかかかっっっっててててれららら模索ししがらなイベントとかを企画たたりろやけの今思っているところですねすごくスクールの雰囲気がいいと聞きましたけれどもよかったですね皆さん積極的に勉強会とかも参加してくださいますしすごいいい感じに話とかもできたりとかしてて私はすごい幸せ <laughs> ちょっとこれチラッと聞いたんですけど勉強会で録画をねジュンさんがし忘れてしまってそこがまた可愛いいところなんですけど出れなかった方もいるからアーカイブ残してあげたいなって気持ちもあったと思うんですけど そこから私、んさんすごいなと思ったのは、その後ね、勉強会で話した内容を再度なんか撮影し直して、皆さんに公開したっていうのを聞いて、んさんすごい成長してるなと思って、私は、チラッとデこう聞いたんですけど、もちろんね、録画できてなかったことが、やっぱ、んさんだなと思ったんですけど、その後のリカバリーですよね。一人で失敗することもありますから、そういった時にね、んさんってこのユーザーさん、お客さんのために、ちゃんと動いてるなーっていうことを、チラッと聞いて、私は嬉しかったです。ありがとうございます。私、本当ミスみたいなのが結構多くって <laughs>、しないように注意はしてるんですけども、ちょっとおっちょこちょいというか、そういうところ があるので初めての勉強会の時に録画ボタンを押し忘れてしまいましてあーどうしようってなってやばいと思ってもうすぐ思い返して台本バーって書いて自分で撮影し直してすぐにそれをアップしたっていうのがありました本当申し訳なかったんですけどでもやっぱりミスとかは人間やってしまう時もあるかなと思うのでしないっていうのを注意するっていうのがまず大前提なんですけどもリカバリーする力というかそういうのもやっていきたいなっていう風に思ってます本当に自分のファンお客さんのことを考えてなかったらできない行動 なだなっていう風に思ったので、多分んじゅんさんのスクールはこれからも大成功していくんじゃないかなと私は聞いていて思いました。ありがとうございます。頑張ります。まずは皆さんに成果出していただきたいので頑張りたいなと思ってます。ここまで聞くと、それってじゅんさんが元からネイルも仕事もあったし、フォロワーも増えたし、じゅんさんだからできたんでしょって、ね、思う方もすごく多いんじゃないかなっていう風に思うんですけど、じゅんさんどうですか今動画を見てる皆さんでもじゅんさんのようになれる可能性ってありますか絶対あると思います。私本当に何も ででででできききななかかかっったたた、まあ、ネイルはできたんんすけど本本当当にに何もできなかったんでそこから本当にちょっとずつやってていっっっちょっとずつやっぱ成果が続けてれば必ず何かしらの成果っていうのは出てくると思うんでそこを夢中になれることを見つけるっていうんですかねやっぱちょっと成果が出てくるとあ、もうちょっとやってみようって必ずなると思うんで素直に言われたことを受け入れて行動するっていうことをちゃんと続けていければもちろんこの発信でやってみようって決めてそれが自分に向いてないとか合ってないとかそういうのは絶対あると思うんで遠回りじゃないですけど 方向転換をしなきゃいけないっていうのはもちろん私もしてきたのであるとは思うんですけどそこにくじけずに続けていければ必ず成功できるんじゃないかなっていうふうには思ってますこれで勇気をもらった方も多いんじゃないかなと思うので別にね機会が苦手であったとしても本当に恥ずかしいとか人前で喋ったことがない人でもじゅんさんのようになれる可能性は私は大いにあるかなと思うのですごく勇気をもらった方も多いんじゃないかなと思いますけれどすごい大成功されてるじゅんさんですけれども今後こんなのやってみたいなとかこんなのに挑戦してみたいなっていうも まず YouTube のフォロワーさん、チャンネル登録者数さんをもうちょっと増やして、もっともっと自分の発信を伝えたいなっていうのもあるんですけども、この前のオフ会で京子先生に、インスタ運用代行っていうお仕事もあるよっていうのを聞いて、そういうインスタの発信でできるけど、ちょっと伸ばすのには苦戦してしまったりとか、そういう方でも副業として代行っていうインスタの投稿さえ作れてしまえば、運用代行っていうお仕事は副業としてできると思うんで、そういうのを学べるようなスクールをちょっともう一個作った たりとかしてビジネスをもう少し広げていくっていうような感じもなんかいいのかなっていう風にアドバイスをいただいた中で思ったのでその辺もちょっとリサーチしてパイを広げるって言うんですかねまあ、インスタで伸ばすっていうとこよりかはもうちょっと現実的なところにも広げていってもいいのかなっていう風には今は思っていますちょっと5年先とか10年先とかそのぐらい見据えた感じになっちゃうと思うんですけどそういうところも頑張ってみたいなって思ってます30代40代の子育てをしている主婦とか皆さんに勇気を与えるようなサービスになるんじゃないかなと思って私は 本当にワクワクしたので、じゅんさんもね、一緒にこれからもね、スキルアップしていけたらなと思っております。じゅんさん、これからも一緒に頑張っていきましょう。はい、本当よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。